ベアナックルボクシング、フィストカフスなどとも呼ばれるは、英国を中心に行われたボクシングの原型となった格闘技である。二人の人間がボクシンググローブなどを拳に装着せずに素手で対戦する。ただし、ストリートファイトとは異なり、ダウンした相手への攻撃を禁止するなどルールが存在しており、18から19世紀頃のルールの大部分は、 ロンドンプライズリングルールによって規定されていた。その後21世紀に復活させる動きが現れ、現在アメリカのベアナックルファイティングチャンピオンシップとイギリスのベアナックルボクシングの2つの団体が存在している。ボクシングの歴史を記したピューギリスティカによると、イングランドにおける最も古いプライズファイティングの記録は1681年であるという、プロテスタントマーキュリーでは、 一家のように除雪されている。イングランド初のベアナックルのチャンピオンとなったのは、ジェームズ・フィグという人物で、彼は1719年にタイトルを獲得して1730年に引退するまでタイトルを保持し続けたという。1719年に彼は、ピューギリスティック・ファウンデーションを設立し、自らも、崇高なるディフェンス技術の専門家として、拳、剣、 読者久保の用法をボクサーたちに教えた。その後、彼の教え子であるジャック・ブロートンによって、ロンドンプライズリングルールが整えられることになった。この時代の著名なチャンピオンとしては、ジャック・ブロートン、エリザベス・ウィルキンソン、ダニエル・メンドーサ、ジェム・ベルチャー、ヘン・ピアース、ジョン・アリー、トム・クリップ、トム・スプリング、ジェム・ワード、ジェームズ・バーク、ウィリアム・ベンディゴ・トンプソン、ベン・カウント、 ウィリアム・ペリー、トム・セイヤーズ、ジェム・メイス等がいる。ベアナックルによる試合の最長記録は、1855年12月3日、オーストラリアのビクトリア州、ファイアリー・クリークの近くで行われたジェームズ・ケリーと、ジョナサン・スミスとの間で行われた試合である。17ラウンドの末に、スミスが降参した時点で6時間15分が経過していたという。ベアナックルファイターのジェム・メイスは、 史上最長のプロのキャリアを持つ選手として記録されている。彼は60代に至るまで35年以上にわたって戦い続けたという。1909年に最後のエキシビジョンを行った時、彼は78歳であったと記録されている。米国においては2018年3月20日にワイオミング州が初めて合法化するまでプロのベアナックルボクシングは 連邦法においても州法においても違法とされていた。それ以前にはタブロイド紙のナショナルポリスガゼットが記号法ながら1880年代を通して試合を組んでチャンピオンベルトを発行しておりアメリカにおけるベアナックルボクシングの主要な認定組織であった。1889年7月8日に行われた。 最後のメジャーなベアナックルヘビー級世界選手権とみなされるジョン・エル・サリバンがジェイク・キルレインを破った試合もナショナルポリスガゼットが認定したものであった。それ以降もベアナックルのチャンピオン戦と認定されたと主張する試合は開かれており、2011年8月5日にはアリゾナ州ヤバパイ属保留地のフォートマクダウェルカジノにてニューキャッスルのリッチ、 スチュワートとボビーガンとの試合が行われガンが勝利している。他の著名なチャンピオンとしては、トム・ファイヤー、ヤンキー・サリバン、ノンパレル・デンプシー、トム・シャーキー、ボブ・フィッシュモンズ、ジョン・モリッシー等がいる。PKFC や PKB などの現代のベアナックルプロモーションが出現したことにより、多くのベアナックルボクシングの公認のチャンピオンが体感するようになった。 元総合格闘家のジョイ・ベルトランも、BKFC ヘビー級チャンピオンと、ナショナルポリスガゼット全米ヘビー級チャンピオンを獲得している。また、こうした組織が生まれる前にも、イタリアンベアナックルファイトという MMA に似たルールの、ベアナックルボクシングもあり、クリストファー・ダデサというベアナックルで31勝1敗の、全席を持つイタリアのストリートファイターによって、 インターネットを通じて輸入されていた。現在は世界ベアナックルボクシング協会が管理、主催して開催されている。初期の頃は明文化されたルールは存在しておらず、体重による階級分けやラウンド制限、リフェリーなどもないという非常に混沌とした競技であった。ボクシングに関する最初期の著作としては、1713年にノッティンガムで出版されたプロジムナスまた。 ザイン、プレイ、オアコーニッシュ、ハグレスラーという1ページだけのレスリングとフェンシングに関するマニュアルがある。これは、バニー出身のレスラーであるトーマス・パーキンス教が自身の技術を書き記したもので、パンチだけではなく頭突きめつぶし、首締め投げといった、現在のボクシングでは認められていない技に関しても説明されていた。試合には、ラウンド制限はなく、 試合続行の意思を示せなくなったら負けであった。また、それ以前に、観客の暴動や、警察の介入、あるいは両選手が引き分けを受け入れるなどの形で、試合が終わることもあった。試合は膨大なラウンド数になる可能性もあったが、実際には30秒の休憩時間を利用するために、大したことのない打撃でダウンするふりをする選手のために、ラウンドは、より短くなりがちであった。 プロートンの時代にルールが整備され近代ボクシングへと近づいたが、まだ現在のボクシングにおいては反則とされるいくつかの技は残っていた。とはいえ、この間に整備された革新的な新技術もあった。例えば、グラップリングもこの時代は許されており、腰投げとスープレックスの使用も認められていたが、一方で腰よりも下を掴むことは反則となった。 チャンスリーとして知られる首を極めるクリンチも合法であり使用されていた。フィビングという相手の首や髪を掴んで何度も殴る技も許されていた。実際のところ、伝統的なベアナックルボクシングの構えは、パンチのブロックと同様に、グラップリングの使用も想定したものになっていた。キックも、また同様に当時のボクシングでは許されており、ウィリアム、ベンディゴ・トンプソンは、 ベンカウントとの戦いの中で、キックの名手とされていたし、ランカシャーナビゲーターは、トム・クリップとの試合で、パーリング・キックを使用している。この古典的ボクシングの時代に、多くの主要なボクシング技術は開発された。サミュエル・エリアスは、後に、アッパーカットとして知られるようになるパンチを編み出した。トム・スプリングは、左フックの使用を広め、相手の手の届く距離を取り無意識的に、 パンチを避けながら、同時にパンチを食らわせる、ハーレクインステップと呼ばれるテクニックを生み出し、ボクシングのフェイントを編み出した。ダニエル・メンドーサは、アウトボクサースタイルの考案者となった。アイリッシュスタンドダウンは、伝統的なベアナックルファイティングの一種であり、リングを動き回る要素を配し、パンチとそれを受ける要素のみに絞ったルールである。この形式は19世紀後半に、 米国のアイルランド系地区で人気があった。しかし、ベアナックルボクシングや普通のボクシングに次第に取って代わられた。別名として、ストラップファイティングやトートゥトーとも呼ばれている。形式を現代的に整えた。ベアナックルボクシングが小規模ながら世界中に存在している。英国にはベアナックルボクシングというプロモーションが、米国には世界最大のプロモーションである。 ベアナックルファイティングチャンピオンシップがそれぞれ存在している。現代の試合はグローブ式のボクシングルールからいくつかの変更が加えられている。例えば、ノックダウンのカウントは18秒であり、各試合は 3X2 ラウンドで構成されることになっている。デビッド・スノードン、ライティング・ザ・プライズ・ファイト、ピアス・イーガン、S、バーキシー・アナ・ワールド、ありがとうございます。